聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第4章50節口語訳新約聖書の142ページです。今日はこの聖書の箇所から、完全に信じると題して、亀田勝彦先生に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。 ヨハネによる福音書第4章50節イエスは彼に言われた「おかえりなさいあなたの息子は助かるのだ」彼は自分に言われたイエスの言葉を信じて帰っていったおはようございます。初めにお祈りをさせていただきます愛す愛るる天皇父なる神様 イエス様、聖霊様、この良き誠実を心から感謝いたします。今日も私たちを愛する主が共にいてくださり、この礼拝を通して、私たちにあなたの愛と力を注いでくださることを信じ、心から感謝いたします。良きお別し、本当に感謝します。 どうぞ、お明かしを通して、本当に、私たちが、この教会に来た、その、恵みを、もう一度、覚えることができました。ますます、主をあなたが見言葉を通して、語ってくださいますように、どうぞお願いします。イエス様のお名前によって、お祈りいたします。アーメン。 えー、え、今日は、ああ、子供祝福式、ね、そういうのもありましてですね、えー、本当に、えー、ワック教会学校を担当させていただいておりますけれども、子供たちから、あ力をいただき、えー、そして、えー、子供たちからリバイバルが起こされている、そんなことをですね、えー、日々実感しています。えー、今日もですね、えー、大木由里さん、えー、お明しをしてくださいましたけれども、本当になんか、ああ、 すごいな、思いました。なんかこう、ね、見ているだけで、なんかこう、伝道者が語っているような、まあ、そんなですね、えー、ことをなんかこう、凄みを感じるような、えー、楽しみなですね、感じがいたしましたけれども、本当にですね、えー、素晴らしいなと感動します。えー、今日もですね、えー、一人の人を通して、えー、イエス様が奇跡を起こされて、そこから、 リバイバルがなされていく。そのような聖書の箇所であります。今日はその一人の役人に起こされた奇跡をですね、行ったところでありますけれども、もう一度聖書を読んでいきたいと思います。ヨハネによる福音書の4章の46節から最後のところまでが今日の聖書のところです。 イエスはまたガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をドウ酒に変えられたところである。ところが、病気をしている息子を持つある役人がカペナウムにいたということであります。え、ガリラヤという場所、皆さん多くご存知と思いますけれども、え、イスラエルの中では、あまあ、 上の方、北部になりますね。日本で言うと、東北地方。最、まあ、北ではありませんから、最北だと北海道になりますけど、東北地方ですから、も、ま、う、あ、大体私たちが今住んでいるね、こんな感じだということになります。まあですから私もイスラエルへ行きますと、やっぱりホッとするのは、このガリラや周辺、いくつなんかね、ホッとするんですね。 やっぱりこう、東北人、え、生まれながらの東北人なので、やっぱりなんかそこに行くと、こう、なんかちょっとこう、ね、田舎っぽい雰囲気が、とてもこう、ほっとするというかですね、え、安心するというか、ああ、ちょっとね、都会に行くと、こう、なんか、ちょっと気合い入れないといけないようなね、まあそういうところがありますから、まあほっとするのかな、なんてですね、思ったりします。え、ガリラヤのカナにね、行かれた。 かな、えー、東北地方に、ね、えー、ガリラヤコがありまして、まあ、その、少し、左側の方に、えー、ありますね。かなという地があります。えぇ、ー、ま、かなに、もうね、行きましたね。えぇ、ー、それでかなから、あまあ、この、カペナウブっていうのも出てきますけども、 カッペナームというのはガリラヤコのすぐ横にある街です。まあ大体、えー、Google マップでね、調べてみますとお、歩いて8時間くらいね、なってました。まあですから、あまあ、車だとね、まあ1時間もかからない。まあそこをですね、えー、車でこう、えー、通過させていただいたことがありますけども、まあそういう感じの状況であります。 まあですから、この聖書を読んでいますと、え、ある役人、この役人は、病気の息子を持っているこの役人、えー、まあカペラームに普段は住んでいるんだけども、今、あに住んでまあいたということです。で、ガリラヤ地方のカナというところに、まあイエス様が、この都会のエルサレムのあるところから、まあやってきた。 という、情報を得たということですね。まあですからあ、例えて言うならば、まあどっちでもいいんですけれども、えー、福島とかね、山形に住んでいる人が、米沢にすごい伝動者がやってきたということで、なんとか行ってみたいと思って、 えー、まあ今であれば、車でね、走らせる。えー、当時であれば、ね、歩いていったのか、ああ、馬車なのかちょっとわかりませんけれども、そういう感じで、まあ駆けつけていった。まあそういう状況になるかと思います。まあ、カナという地は大変仕草れた場所でありまして、ここに書いてあるように、かつて水をどう酒に変えられたところであると、皆さんもですね、 ご存知だと思います。それはちょうど、ま、結婚披露宴をやっているね、最中のところに、最初の頃に、イエス様によって、都会で、神様、イエス様から、呼び出された数人のおじさんたちと一緒に、結婚披露宴に、そこに、ま、行った、招かれて行った、というところで行われた、ま、奇跡でありますね。 えー、お母さんのマリアが、ああ、ぶどうがなくなったと言ってですね、まあ本当に困ってしまって、えー、息子であるイエス様に、まあ、そのことをですね、えー、訴えたらば、まあイエス様が、私の時はまだ来て,来てないと言いながらも、そこで、えー、水をぶどう酒に、えー、まあ裏方の方ですよね、 みんなが見ていたわけじゃない。裏方の方で水を葡萄酒に変えて、それをですね、それをやったね従業員やお弟子さんたちが見て、イエス様をも信じていた。そういう奇跡が行われたのが、このかなというところでありました。まあ、それもですね、私の時はまだ来ていない。今はね、来ているという方ですね、え、ー イエス様は結婚披露宴が大好きでありまして、私たちは花嫁で、そしてイエス様は花婿だと、まあ、聖書に書いてますから、結婚披露宴で私の時は来ていない。でも今来ている。イエス様は花婿として私たち花嫁がしっかりとね、整えて、そして素晴らしい結婚披露宴をすることをもう間近だということでですね、今待ち望んでいる。 まあそんな時期であろうかと思います。そのようなことが行われたのが、このガリラヤのカナというところです。カフェタイムに住んでいた役人がその情報を聞きまして、そしてどうしたかと言いますと、47節。この人がユダヤからガリラヤにイエスの来ておられることを聞き、身元に来て、 カペナウムに下って彼の子を治していただきたいと願った。その子が死にかかっていたからである。まあここにですね、その役人の状況が記されています。まあ役人は歩いてカペナウムから、まあこの東北地方であるガレアにイエス様が来たということを聞きました。 もうですね、やはり、息子が死にかかっているということですから、まあ、それはですね、本当に、まあ、緊急、危機的な状況でありました。もう、我らをもうすがる、そんな思いでですね、もう、これしか望みはない、そんな思いでですね、もう、かけるようにして、カペナムから、このカラの地に、まあ、やってきて、そして、 イエス様は渡航に来て、そして自分の息子を直してほしい。まあそのように懇願したんだということであります。まあこの緊急状況、言われたら、わかった。それは大変だ。すぐに行って直してあげよう。と、 ま言うかと思うと、まそうではない。そんなことがですね、次に記されているわけですね。まあ聖書を見ますと、まあイエス様が、まあこう、いろんな人に出会い、様々な奇跡を起こされておりますけれども、その、まあ関わり方というものは、本当にその一人一人において、もう違うということを私たちはですね、聖書を読んで感じるところではないかと思います。 まあ私たちも今ここに、教会に来ている。それも一人一人さまざまな、この役人のように、緊急状況、危機状況、やもたてもたまらずに、来た方も多くおるかと思います。小学校5年生のお話を聞いたけれども、ね、学校でのいじめや、そして、いろんなことがあって、もう小学生だってもそういう中で、 え、危機的な状況の中でイエス様を信じていった。まあそんなお証をですね、聞きました。一人一人違う、その人一人ならではの対応をイエス様がなされて、そして、えー、導かれていく。まあそんなことをですね、感じるところであります。この役人に対してはどのような対応をされたのか。 次を読んでみますと、そこでイエスは彼に言われた。あなた方は、印と奇跡とを見ない限り、決して信じないであろう。というふうに対応されたんですね。わかったとね、言うのではなくて、なんか、急になんかこう、厳しいようなですね、言葉を放ったんです。あなた方は、印と奇跡とを見なき限り、 決して信じないだろう。これは一体ね、どういうことなんだろうか。その後読んでいきますと、神様に、そしてイエス様には、やはりこのことを放った意図がある。そういうことをですね、知っていることができます。まず一つ目は、ここに書いてある通り、印の奇跡を見ない限り、決して 信じないだろう。まあ、終始と奇跡が行われて、やった喜んでも、それだけだと、治ってしまって、そして元気になって歩むと、すっかりもう忘れてですね、またしばらく数年が経った後に、なんかちょっとしたね、ことが起きた時に、なんだこれは、なんだこの人生は、と言って不平不満を言ってしまう。そういうことがあったりするかもしれない。 まだから、印と奇跡を見ない限り、決して信じないだろう。まあそういう意味の深いことをイエス様がおっしゃられたということです。まあそういえば言いながらも、印と奇跡、それはですね、私たちに大きな励ましと力をですね、与えてくれる、そういう向こうだなというふうに思います。 まあ、先だって、先々週でしたでしょうかえぇ、ー、賛美集会、えと、ー、いうのがありますけど、その中で、えぇ、ー、三井文明さんが、えー、来てくださって、癒しの集会をですね、えー、久しぶりにと言いますか、あ教会で、えー、してくださいました。多くの、私は、えー、行き来れなかったんですけども、まあ、聞いたらばですね、多くの、お癒しがね、行われた。 まあ全員一人一人ですね、えー、祈られたあ。そして列を組んでですね、みんなに祈ってもらった。まあそういうですね、ことを聞いてとても感動しました。ちょうど私の息子もですね、えー、前日に、えー、たまに起こる、この、まあ、人魔神っていうのがありまして、一旦起こると結構ひどいんですね。えー、そして、まあ、前日にジンマシンが起きて、えー、そして、えー かなり苦しんでいたので、え、これはやっぱり癒されるためになったのか。まあそういうふうに思いましてですね、え、次の日に、え、癒してもらいに乗っていったらいいよ。まあそういう話をして、え、長男も、そうだな、ということでですね、え、来ました。まあ次の日少し、え、治ってきていましたけれども、まだですね、こう目が、やっぱりこうなかなかこう開かなかったりとか、 まあそういう状況でありました。まあでも、家に帰って聞いたらば、祈ってもらったら、目がね、開くようになりました。と言って、なったと言ってですね、本当にね、癒されたことを、経験させていただき、本当にですね、嬉しかったです。るし不思議をですね、いただくと、私は力が与えられ、信仰がですね、深められていく、 そんなことをですね、経験します。えー、また、私の娘もですね、えー、何度も言っておりますけども、お、ま、印、えー、ま、たもの。先ほどね、えー、るさんがおかして言っておりました。ね、人を、なんかね、こう、癒やすと言いますか、ね、寄り添う、う、力、た物が与えられている。また、ピアノのね、えー奏楽賜物、総のたまもの。 えー、時々、ぜひ礼拝終わったらですね、この3階を、ぶらっと廊下を歩いていただければ幸いです。えー、何かしらどこからともなくね、どっかの有名な音楽の先生が来て、練習してるんじゃないかというメロディーが聞こえてきますから。そうすると、あれと思ってみると、そこにはですね、大切り理さんが軽やかに練習している姿が見えますからですね、えー、素晴らしいなと思います。 ねえ、そういう、また、いじめられたり、そういう中にあって、え、それが、ねえ、となって、寄り添う力が、働いていく。私も、寄り添っていただきたいな、いやいや、そんなことはないですけども、そんなふうにですね、思ったりするわけです。ざまなたまもの、印。私の娘もですね、そういうわけで、え、天国に行って帰ってくる、そういう賜物が、 与えられて私も日々教えられております。まあ最近のですね、あの、トピック情報と言いますと、<laughs> まあやっぱりこうね、あの、黙っていては、やっぱりまずいな、ね。やっぱり伝えるために、えー、そういうことがなされているんだなと思うので、えー、言いますけども、えー、それ、最近のトピックはですね、えー、天国で天、天のお父様から、あ 三秒教えてもらって、えー、そして、えー、帰ってきて、そして教えてくれたということですね。最初教えてもらって帰ってきたときは、あ帰ってきたらなんかすっかり忘れてしまったので、次の日、昼寝をしたら、またあの寝て、天国に行って、もう一度天のお父様から聞いて、そして天国で何度も練習して、覚えて帰ってきて、 それを教えてくれました。えー、こういう歌です。いや、でもこれを聞くと、本当にね、天のお父様すごいなと思うのは、あの、その人に合ったメロディーやあー言い回しを持って、えー、曲をね、もう作ってくれるということです。演歌の好きな人にはきっと演歌であろうしね、ゴスペルの人にはきっとゴスペルであろうし、その人に合ったように、もう,もう自由自在に、 ね、天のお父様ですから、当たり前といえば大り前かもしれませんが、そういうことをですね、教えられます。ですから、娘に合った音楽なので、歌いにくいんですよ。最近の、言葉は早いし、メロディーが難しいんだけども、一生懸命覚えて、あの、来たので、ちょっと歌ってみたいと思うんですね。 闇に打ち勝ち勝利を叫ぶ。ここにいる理由選ばれたから宣言しよう。信じています。愛されてます。愛しています。どんな時も喜んでい,いよう。祈ってい,いよう。感謝してい,いよう。どんな時も喜んでい,いよう。 祈っていいよ感謝していいよ主が言われたからどんな時も喜んでいいよ愛していいよ愛されていいよどんな時も喜んでいいよ愛していいよ愛されていいよ主に選ばれたからいや、歌に聞きました。本当に感謝です。<laughs> これ皆さん聞いて もう歌えないでしょとか言ってですね。<laughs> 難しいんですよ、結構ね。これが最近の若者の慣れた感じなんですよね。皆さんには難しいかなと思います。とか言ってですね。そういうことですけど、本当にそういうこともあったりします。ま、イエス様がこのお役に対して、 あなた方は印と奇跡を見ない限り、決して信じないだろう。奇跡と印というものは、本当に私たちに力と励ましをいただきます。でもそれは、やはりここにイエス様が言う通り、信じるための大きなきっかけで、えー、あるためのものであったり、あるいは、信じている私たちにとってはあ、その信仰がさらに飛躍していくための、 そのような手段であるんだということをイエス様はおっしゃってくださっている。そのことをですね、一つ教えられるところであります。さらに読んでいきますと、この役人はイエスに言った。父をどうぞ子供が死なないうちに来てください。役人は同じことをもう一度訴えました。けれども、 少しこう、冷静になって、改めてお願いしている、そんなことを感じております。この言葉の中には、あら、表せられてはいないけれども、まあ、厳しめというか、そのことを、イエス様と、この関わりを持たせられ、役人は、謙遜と、減り下り、悔い改め、そういう思いに、 導かれたのではないかなというふうに思います。ああ、よう。私のこの大変なことはもう何を悟いても私のところに来なければなりません。そのようなところから、ああ本当にあなたに委ねるならばどんなことでもできます。あなたなしでは本当に私は何もすることはできません。そんな思いになったのではないかな。そんなふうに思うわけです。 するとイエス様は言われました。イエスは彼に言われた。お帰りなさい。あなたの息子は助かるのだ。彼は自分に言われたイエスの言葉を信じて帰っていった。今日の語っていただいた、読んでいただいた聖書のところです。このお役人は変えられていますね。息子のところにイエス様は下っていって、 そして息子のとこに来て直してほしいと懇願しておりましたけれど、この役人はイエス様から言われた言葉だけを信じて、そしてえ自分一人で帰っていくという自分の願いとは違ったあ行動とまあなっていっているわけです。お役人はただ、 イエス様の言葉を信じて帰っていくことができるようになったんですね。信仰が飛躍して成長している。そんな姿をですね、ここで見ることができます。そして、さらに読んでいくと、その下っていく途中、シモビたちが彼に出会い、その子が助かったことを告げた。この、 役人は、途中で、えー、もうカフェナウムに間近に迫った子でしょうか。えー、その、しもべたちが、あもう早く伝えたい。そう思ってですね、出かけてきたところにきっと出会ったかと思います。このお役人は、イエス様のことを信じて、そして、えー、まあ、約、 半日ですけど、その言葉を携えて、この帰っていく。その期間を役人はこう通過したということになります。この期間が大変大事なんだということです。その時、どういうふうなんですね、状況だったのか、まあ見てはいませんけれども、 ただ、イエス様の言葉を固く信じて、握りしめて、そして、ただ、このイエス様だけを見上げながら、見つめながら、この自分の住んでいるカテブタブの人について、歩き、歩ったら走ったか、えー、馬車がわかりませんけど、そういうふうな状況であったに違いありません。イエス様と、このお役人の一対一の深い、 関係。そこで気づかれていく。そのようなことを知ることができるわけです。ただ、パッと癒される。それだけでは、それを気づくことができない。その一定の期間があるおかげで、役人の中に深い深いイエス様とお役人との、その二人ならではの関係が気づかれていったんだということを、 私たちは知ることができるわけです。ここにも神様の意図があるなということを深く深く感じるのではないでしょうか。私たちが様々な状況の中で、一人一人がイエス様によって関わられ、一人一人違う方法で私たちは癒され、そして信仰が深められ、導かれている そのことをお一人お一人が実感しているのではないかというふうに思います。この役人はその反日の中で本当にイエス様を信じるその深い関係がですね、築かれていき、そしてその後、実際に息子が助かったということを知ることが でできたわけであります娘があ最近ですね、えー、教えてくれましたというか、えー、運動会がありまして、えーまあ、応援団というのを自分で手を挙げてですね、やりたいということでやりました。まあ、そしてですね、えー、その間、えー、本人ではなく、監督から聞きましたけど、ここね、声が出ないとかですね、 言われて、人知れず、えー、隅で、えー、涙をね、流したりとかしながら、ああ、そしたら新人がやってきて、えー、どうしたのね、励まされたりとかしながら、まあそうやって一生懸命に、えー、やっていたようでありました。えー、私も運動会を見て、えー、そして、えー、帰ってきて、えー、娘に聞いて、いやーよかったねー。いやー応援団も、お、頑張ってよかったね。まあそういう話をおしましたら、 あ娘が言ったのは、まあ結果も良かったけど、でも、やっぱり何と言ってもこう、こうやって練習したりする時の、この経過がえとても良かった。というふうにね、言ったんですね。ですから、この声が出ないと言ってね、言われて涙を流したり、そして励まされたり、そういう、まあ苦しみと言いますか、訓練と言いますか、そういうことも、 良かったということなんだな。まあそういうふうにですね、思ったわけで、とても教えられました。まあ私はですね、本当にこう、それを聞きながら、な、結果しか見ていないな、とかですね、え、思ったりしたところでありました。本当に私たちは、この経過。本当に結果というよりも、この経過が大事だな。まあそんなふうにですね、思います。 ですから、その、経過の中で、この役人のように、イエス様と交わっていく。深い交わりをしていく。会話をしていく。祈りを捧げていく。見事を通して、本当に、ディボをしながら、神の御心を尋ね求めていく。そのことが、とても大事なんだ。そんなことをですね、感じるところであります。まあ、言ってみるならば、 この地上での私たちの人生というものは、まあ、経過であるというふうに言うことができます。まあ、結果、答えは全て、私たちが約束されている天国にある。あるいは、天国そのものが答えである。とも言うことができるかもしれません。天国は最高の場所であり、完全な場所であり、神様の愛に満ちた。 私たち自身が生かされている、喜び。それはですね、もう、言葉に言い尽くせないほどに言ったことがありませんから、私も言えません。私はまたこの家庭の中で罪に揉まれながら生きているからですね、汚れがいっぱいありますから、わかんないんですよ、はっきり言ってね。でも、素晴らしいということは、たまにね、かいまいます。死者、奇跡をね、私も欲してますからね、それをもって感じることができます。 まあそういう天国が答えである。この地上の人生は経過である。ですから私たちはひたすらそのイエス様、天のお父様、聖霊様と様々な形を持って深い交わりをしながら、これを命の力として生きていく。これが地上の人生なんだ。そんなことをですね、覚えることができるわけです。 そして、このお役人さんは、結果として、不思議と印、奇跡を具体的に体験したんですね。言葉を信じて、そして、その結果、奇跡を体験したということです。そして、どうなっていったかと言いますと、さらに読んでいきますと、 そこで彼は下世たち、その治り始めた時刻を訪ねてみたら、昨日の午後1時に熱が引きましたと答えた。それはイエスがあなたの息子は助かるんだと言われた同じ時刻であったことをこの父は知って彼ご自身もその家族一同も信じた。これはイエスがユダヤから彼らに来てなされた大事の印である。 お役人、奇跡をしっかりと確認しました。イエス様は言った。その時に奇跡が起こされたあ。あ本当にこの言葉が実現したということを確認しました。そればかりではなくて、このお役人さんはもちろん、イエス様を信じ、それを確信し、さらには、この家族、一同も、 信じるという、この結果にですね、導かれていったということを見ることができます。このお役人さんに対する特別なイエス様の関わりを通して、役人だけではなくて、その役人の信じる姿を見て、また奇跡を見て、家族も信じていく、そのような家族の リバイバルへと繋がっていった。という、そのことをですね、えー、見ることができるわけですね。天の父なる神様、神様は本当に全てをご存知です。役人の願いは、ただ、息子が癒される、治る、まあ、それだけっていう、それもすごい、ね、大変なことですけど、そのことだけを一筋に思ってきました。でも、 天の意図はもっとつばしもでありました。お役人さんが深い信仰を持つことであり、そして家族に信仰が広がっていく。そういうことですね。もう既に知っていて、神の意図を持って既に関わりを持たれていった。そのことをですね、この聖書の歌所を通して私たちは教えられるところであります。 神様は私たちの人知を遥かに超えて、そして私たちと一対一で関わり続けてくださる。本当にその神様を信じるときに、私たちの小さい、ね、頭の中ではあ、いろいろ考えますけども、そしていろいろ、私の人生はこうだ、ああだ、あの人はああだこうだ、まあ、いろいろですね思ったりしますけど、しかしながら、 神の計画というのは、えー、まさにいつも聞いているように、ね、360度、そして全体を見られる、えー、そのような方である。そういうことをですね、覚えることができます。私を愛し、そして関わり続けてくださる、そして私たちの信仰をさらに強めて、深いものに、そして恵み深いものにしてくださる主が、えー、今日も私たちと共にいてくださいます。 その方を見上げながら今週も共に前進してまいりましょう。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたは私たちの思いや考えを超えてもっと素晴らしい祝福を私たちに与えてくださるためにあらゆる計画をなし生きて働いてくださいます。 そのために私たちを選び出して、そして私たちのために命という代価を払って、買い取って、自分のものとしてくださいました。あなたは私たちを今所有し、そして駆け上げない宝として持ち運んでくださいます。どうぞ今週も私たちを持ち運んでくださいますように。 そして私たちがそれに委ねて歩むことができますように感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。